では、高校入試対策、理科の第9回目をいきます。テキストは24ページです。24ページ。今日はその右側、気体の性質というところから、始めます。はい。まず気体の集め方。水に溶けない気体は、水蒸気管、あるいは水蒸気管法で集めます。はい。水蒸気管。で、水に溶けて空気より重い気体は、下放気管。で、空気より、軽い気体は上放気管。まあ、上の方で集めます。はい。では、その下の表。まずは一番上の気体のところは書いてください。石灰水が白く濁る。ごめん、下書いてないんだけども、見分け方として、石灰水が白く濁るのは二酸化炭素。で、火のついた線香が燃え上がるのは酸素。はい。で、火を近づけると、ポンと音を出して燃えるのが水素。はい。で、特有の刺激臭、とても臭いのが、まあ、アンモニアになります。はい。で、今から、まあ、表を埋めていくんですが、まだ書かないでください。一旦これを覚えてもらって、それから書いてもらおうと思います。はい。表はまだ書かないでください。はい。再度、まあ、確認です。さて、それぞれの気体が水に溶けるのかどうか。はい。なんだけれども、二酸化炭素は溶ける。酸素溶けにくい。水素溶けにくい。アンモニア溶ける。はい。覚え方の一つの、まあ、コツとして、水に溶けにくい。見えるかな？数字の2をあえて書いてます。溶けにくい。2文字のやつは溶けにくいんです。だから酸素2文字だから溶けにくい。水素2文字だから溶けにくい。はい。で、二酸化炭素やアンモニアは溶けます。で、もし余裕があれば、二酸化炭素は少し溶ける。で、アンモニアはよく溶ける。はい。ここまで覚えておくと完璧です。はい。水に溶けるのかどうかは、溶けにくい。2文字のやつが溶けにくいです。それ以外も溶けます。はい。で、次、空気より、まあ、重いか軽いか。はい。二酸化炭素が重い。酸素も重い。水素軽い。アンモニア軽い。はい。さて、これは、例えば酸素の酸という漢字。はい。まあ、あと水素の水という漢字。これを粘土で作ったとします。はい。この漢字を粘土で作る。さて、どっちが重いか。というと、当然、酸の方が重いはず。だって画数がいっぱいあるから、ちょっとごちゃごちゃしてるよね。はい。だからこれが重くなります。ってことで、酸という漢字があったら重いイメージ持ってください。はい。なので、酸素は重いし、二酸化炭素も酸という漢字が入っているので、これ重いんです。はい。で、その酸が入ってない水素とかアンモニア。はい。これらは別に、まあ、粘土で作ったとしても、そこまで画数が多くないので、重くはならない。はい。それで、まあ、軽いというイメージを持ってください。はい。で、次は集め方。集め方に関しては、特に覚え方があるわけではなくて、自分で考えてください。はい。水に溶けにくいんだったら、もうとにかく水蒸気管がいいです。水に溶けにくい酸素や水素は水蒸気管。はい。水の中で集めるのが、一番、まあ、比較的、安全だし、正確に集めることができます。はい。なので、酸素と水素は溶けにくいんだから水蒸気管。はい。じゃあ、水に溶けるものに関しては、空気より重いか軽いかで判断します。空気より重いんだったら、下の方に集まるので下放気管。空気より軽いんだったら、上の方で集まるから上放気管。っていうふうに考えます。はい。ただし、二酸化炭素って少ししか溶けないので、水蒸もありです。水蒸気管で集めてもいい。はい。
で、匂いはきっと大丈夫だね。二酸化炭素匂いなし、酸素も匂いなし、水素もなし、アンモニアだけが刺激臭、とに、とても臭いです。はい。で、次に酸性かアルカリ性か。はい。これは、さっきの溶けにくいとは逆で、文字数が多いやつだけで判断する。だから、二酸化炭素、アンモニア、ここだけで考えます。酸素や水素は考えない。まあ、中性なんです。はい。っていうことで、二つしか残ってないのであれば、どれが酸性、どれがアルカリ性ってなんとなく想像つくよね。はい。二酸化炭素の方が酸性で、アンモニアの方がアルカリ性ということになります。では、気体の作り方を、確認していきます。まず、二酸化炭素は石灰石と塩酸。で、酸素が二酸化マンガンとオキシドール。水素は金属と塩酸。アンモニアは塩化アンモニウムと水酸化カルシウムになります。はい。さて、ここが一番、覚えるのに苦労すると思うので、一番最後に回したんだけれども、無理やりこじつけるとしたら、こういう感じで覚えることはできます。はい。まず、二酸化炭素からいきます。二酸化炭素は、ある人の家族構成です。家族構成って言ったら、お父さんがいますとか、おばあちゃんがいますとかね。あるいは、弟がいます。っていう、家族構成。はい。さて、それをイメージしてください。兄さんと、おせっかいな姉さんがいる。はい。次、酸素。酸素って、生物にとってとても大切なもの。これがなければ呼吸ができなくて、死んでしまう。ってことで、酸素をお金で買おうと思ったらとても高いんです。話を聞いたら2万円か3万円するって。はい。すると買うかどうかちょっと迷います。ってことで、酸素はちょっと高いので、2、3万、大きいしな。はい。買うの迷います。2、3万、大きいしな。はい。さて、じゃあ次、水素。水素、これはあんま中学生の覚え方として良くないかもしれませんが、いきます。水曜日から禁煙しようね。水曜日から禁煙。はい。さて、アンモニア。特にないです。頑張って覚えて。塩化アンモニウム、水酸化カルシウムです。はい。さて、では、3分。3分間これをしっかり覚えて、覚えたと思ったら表を埋めてみてください。はい。では表を埋めたら、丸6と丸7の練習問題をやってみてください。では、丸6回答します。問いの1、う。問い2、水素。問い3、石灰水。で、問いの4、アです。情報置換。アンモニアなので情報置換っていうのはわかるんだろうけど、アかイーかで迷うはずです。はい。で、その時にどう考えるかって言ったら、なるべく気体が、漏れないようにって考えるんです。はい。今この試験管には、もともと、空気が入ってるんです。空気が入ってる。で、その状態で、ここまでしか入れてなかったら、その空気が邪魔をして、アンモニアが外に漏れ出てしまうんです。はい。だから、そうならないように、ちゃんと奥まで入れておきましょうねっていう話です。はい。だから、E ではなくて、A が正解です。はい。では次、丸7。練習問題の丸7の回答です。問いの1が水蒸気管。あるいは水蒸気管法。で、問い2が、あ。問い3、え。二酸化炭素自体に火を消す働きがあるわけではないです。はい。
確かに、まあ、二酸化炭素の中では、まあ、火は消えてしまうかもしれないけれども、それは酸素がなくなっただけであって、二酸化炭素そのものに火を消すっていう性質があるわけではないです。はい。よって問いの3は間違っているのは A です。で、次、問いの4、イ。問いの5、水素。問い6、イ。では次、25ページ右側、水溶液というところへ行きます。はい。まず、食塩と水を混ぜると食塩水ができます。はい。この時の、まあ、溶かす方の物質、食塩のことを溶質って言います。はい。で、液体の方を溶媒。で、出来上がったものを、まあ、溶液。で、溶媒が水だった時には、これを水溶液とも言います。はい。で、その水溶液ってのは必ず透明です。色がついてる可能性はあります。色はついてるかもしれないけれども、とにかく透明です。はい。で、水溶液は、濃さはどこでも同じです。はい。下の方が濃いとか、上の方が、薄くなってるとか、そういうことはないです。完全に溶けた場合、ちゃんと水溶液になった場合には、濃さはどこでも同じです。それは1週間経とうが、1ヶ月経とうが、それは変わらないです。はい。で、次。物質が液体に溶けることを溶解って言います。はい、溶解。で、水 100g に溶かすことができる最大量のことは溶解度。はい。溶解度といって、この溶解度は温度が上がるにつれて増えます。はい。まあ大きくなる。溶解度は温度が高ければ高いほどどんどんまあ増えていきます。はい。で、限度いっぱいの量の物質が溶けている水溶液を飽和水溶液。はい。飽和水溶液と言います。で、次。固体を一度液体に溶かして、で、再び結晶として取り出す方法を再結晶。はい、と言います。補足でちょっと説明しておきます。例えば、ある物質があって、10度の時には5グラムまで溶かすことができる。はい。で、20度の時には8グラム、30度の時には15グラムっていうふうに、とにかく温度が上がるにつれて、こうやってまあ、どんどん増えていきます。はい。で、例えばじゃあ、30度の時に、8グラムのその物質を溶かすことできるかって言ったら、溶かすことできます。はい。まだまだ7グラム分余裕がある。ちゃんと溶かすことできます。はい。じゃあ、その水溶液を、20度まで下げます。はい。そうすると、ギリギリだけど、まだ溶かすことできます。はい。限度いっぱいまで溶けてる状態です。だから、この時が今、飽和水溶液の状態ね。はい。ただ、それをさらに10度まで下げると。10度まで下げると、今度は、10度の時には5グラムまでしか溶かすことができないので、この上の飛び出た部分はもう溶かすことができなくなってしまった部分です。はい。この場合は3グラムね。これが結晶となって現れます。はい。規則正しい形をした結晶となって現れる。結晶の中でも特に食塩はよく出るので覚えてください。まあ、こういった、まあ、立方体みたいな形をしています。食塩の結晶は、まあ、よく出るので覚えてください。はい。そしてもう一つ。溶解度が10度の時には、まあ、例えば、まあ、5グラムでいこうかな。はい。で、20度の時には 5.1 グラム。で、30度の時には 5.2 グラム。っていうふうに、まあ確かに温度が上がるにつれて、まあ増えてはいくんだけれども、
そこまで、大きく変わらないものもあります。はい。代表的なやつは、食塩。食塩はこの形になるので、そこはしっかり覚えてください。はい。だから、こういった形、まあ、食塩のような物質の場合、この場合、結晶ができづらいです。温度を下げていったとしても、ほとんど変わらないので、はい。この場合、まあ、再結晶するには、まあ、適してない形になります。はい、では、問題、丸8番から丸11番までやってみてください。では、丸8番の回答です。問いの1、溶媒。で、問いの2、う。はい。で、次、丸の9、問1、丸1が再結晶。丸2、硝酸カリウム。はい。で、問いの2、これはまあ、今やった水溶液の問題とはちょっと違うんだけれども、まあ、前の方で出てきたよね。はい、ろ過の仕方です。答え。ろうとの足の尖っている部分をビーカーの端につける。はい。ろうとがあった場合、この部分を、ろうとのまあ足と言います。はい。なので、そのロートの足の尖っている方をビーカーの端っこにつける。はい。ロートの足の尖っている部分をビーカーの端につける。はい。まあ、似たようなことが書いてあれば OK です。はい。さて、じゃあ次、丸の10。問いの1、い。次、問いの2、う。問い3、い。はい。まあ、ここまでもまあ、水溶液とは関係ないよね。はい。で、次、問いの4、う。問い5、え。問い6、再結晶。では、問いの4と問いの5は確認しておきます。はい。まず問いの4。60度の水 100g に、硝酸カリウム 50g を溶かした。はい。60度の時には、溶解度が 110g になっています。はい。なので今 50g 溶かしたって書いてあるんだけれども、あと 60g 余裕が出てくるよね。はい。110からこの50を引いた 60g が正解です。はい。では問いの5番です。硝酸カリウム 30g と食塩 30g をそれぞれ50度の水 100g に完全に溶かした。はい。まず硝酸カリウムの場合、50度の時には、だいたいまあ溶解度が 80g あるので、30g のもの、もちろんしっかり溶かすことができます。はい。で、食塩の方も50度の時、溶解度がまあ 40g ぐらいなので、30g のものは、ちゃんと溶かすことができます。はい。で、それを10度まで冷やした。硝酸カリウムの場合、これを10度まで冷やすと、10度の時の溶解度が、20g になってます。10度の時には 20g までしか溶かすことができない。ので、この飛び出た 10g の分、ここが結晶になります。はい。硝酸カリウムの場合は結晶ができる。に対して食塩の方は、これを10度まで下げたとしても、はい。10度の時にも、溶解度変わらず 40g ぐらいは溶かすことできます。はい。だから上に飛び出ていないから、この場合結晶はできないんです。はい。だから硝酸カリウムの場合は結晶ができる、食塩は結晶ができないということになります。はい。だから A です。では、丸の11番です。まず問いの、2。問いの2。試験管1と同じ濃さの水溶液を作るとき。水 100g に溶かす、食塩は何 g か。はい。まず、今、水 5g。まあ、5.0g に対して、硝酸カリウムと食塩、1.5g 溶けてますよって書いてます。1.5g。はい。じゃあ、同じ濃さにしたい。
水 100g の時、食塩何 g 溶かせばいいか。はい。というと、今水が20倍になっているので、食塩の方も同じ20倍すればいい。ってことで、ここ 30g が正解です。はい。よって問いの、2番、30g。で、まあ、ちなみに、硝酸の方も同じだよね。はい。同じ濃さにするとしたら、水 100g に対しては 30g っていうことになります。はい。で、次、問いの3。飽和水溶液。問い3、飽和水溶液。はい。で、次、問い4。丸10でも似たような問題やっています。今この溶解度ってのは、水 100g に対しての溶解度が書かれているんです。だから、今の実験での、水 5g、硝酸カリウム食塩 1.5g、これを使うんじゃなくて、これと同じ濃さで、水 100g に溶かした時の、この 30g で、やるようにしてください。はい。溶解度は水 100g に溶かした時っていう設定で書かれています。はい。だから今回もこっちを使う。なので、50度の時 30g であれば、硝酸カリウムも食塩もちゃんと溶かすことできます。上には飛び出ていない。はい。ただこれを5度まで冷やしたら、5度まで冷やしたらどうなるかというと、食塩は飛び出してないんだけど、硝酸カリウムのこの溶解度曲線からは上にはみ出てる部分があります。はい。ここは結晶になります。だから答えはイです。問いの4の答え、イ。では次問いの5番です。問いの5番、まあ、結晶の話はまさっきしたんだけれども、食塩の結晶がま、この形ね。で、硝酸カリウムは、こうやってま、細長いやつ。で、まあ、ミオバンがま、こういった八面体。はい。余裕があれば、これら、この3つぐらい、まあ、覚えておくといいかなと思います。はい。で、まあ、今回は、まあ、食塩の話をしているので、答えはアです。はい。で、次、問いの6。答え、イ。中和した結果、まあ、食塩という塩ができるはずです。はい。で、ちなみに、アの炭酸水素ナトリウムを加熱すると、炭酸ナトリウム、二酸化炭素、水、ができる。つまり食塩はできないです。で、ウの酸化銀を加熱すると、酸素と銀に分かれる。はい。食塩できないです。で、塩化銅水溶液を分解すると、塩素と銅ができるので、やっぱり食塩はできない。はい。答えはイだけになります。